こんにちは。今日は靴作り新たなやつをねやってきますよ。黒い丸っこい靴はちょっと今途中なんですけど、並行して別のやつを始めようかなと思います。でね、アッパーを作ります。今日はちょっとね型紙とか、仮アッパーと仮靴とかをねちょっとやっちゃったんで、仮アッパー作って修正して、仮アッパー作ってそれを仮靴にして、でもう一回型紙修正して今ですねアッパーを切っておきました。こんな感じで何を作るかというとサンダルを作ります。ビーチサンダルみたいなやつじゃなくて、結構本格めな革靴っぽいサンダルを作ろうかなと思います。でこれで今革は切ってあります。で今回は、特別なのが、これは緑の靴で使った革なんですけど、100時間かけて作る一足の革靴で、これはライニングに今回は使いまして、アッパーはこれでいきます。これすごい変わった感じなんですけど、これはね、アザラシの皮ですね。ほとんど手に入んないんですよね。で昔ってもそんな前じゃないんですけど、買っていつ使おうかなーってこう大事に保管してあったやつを今回ちょっと使ってみようかなと思います。かなり希少な皮なんで大事に使いますね。どんな感じのね形になるかはアッパー制作すれば多分分かると思うので、早速やっていきます。よいしょ。まずはカウンターパーツを作ろうかな。カウンターパーツ、これです。かかとのところ、これを最初に作ります。はい、ここ穴開きました。ここつなぐんですけど、これはいつもミシンでやるんだけど、今回手縫いでやってみます。こんな感じで手縫いをしてます。両側からやり方はなんとなくなんですけど、別に特にこういうやり方があるっていうわけではない。こうやって入れるじゃないですか。ここで引っ張って、でここにかぶせてこうやってやるっていう。そうするとね、ここの断面がなんか開かないでいいかなって思ったんで、こんな感じにしてみました。はい、カウンターパーツができました。こんな感じ。なんかね手のぬくもりみたいな、ちょっとカジュアル感を出したかったんで手縫いでやってみました。次はベルトを作ります。このベルトのところがね細めなんで、つり込んだ時とか履いてる途中に伸びていっちゃいそうなんで、伸び止めテープを貼ってます。ベルトのねバックルはこんなのを使います。こんな感じのアンティーク色、これを使ってこのベルトにねくっつけますよ。アザラシの皮なんか扱いづらいかなと思ったんですけど、めちゃくちゃ普通ですね。革すきも普通だし、このミシンの感じも普通ですね。こんな感じにできました。ちょっとね頑丈に作りすぎたかもしれない。ライニングの革が分厚いまんま、もうちょっとライニングの革を透かなきゃいけなかったのかな。かなりベルトの抜き差しがね苦労しそうな硬さなんだけど、よいしょ。こんな感じですね。次はこのバンプパーツにビーディングを貼ってきます。ビーディングって本来履き口補強なんで、靴のここの履き口のところにくっつける補強テープみたいなもんなんですけど、今回はね履き口っていうわけじゃないんですけど、まあ、見た目的な問題にもあった方がいいかなと思ってビーディングをやってます。ビーディングを巻きました。こんな感じでね、ないよりはある方がかなりねこう引き締まって見える気がしますね。これ今ねかかとのパーツにねこうやってベルトをつけてます。こんな感じで、でかかとのこのカウンターライニング、こいつを貼り付けますよ。アッパー作り意外とこれもうちょっとねここのサンダルのアップはもっと簡単かと思ったんですけどね、簡単かと思ったっていうか、もうあんまり時間かかんないかなって、その仮アッパーとか作った段階でもそんなかかんなかったんでと思ったら、なんか意外と時間がかかりますねこれ。でもその代わりかなり面白いものができそうですね。これで縫います。こうやってライニングをちょっとだけね、ちょっとずつ残して、これ木型にこう留められるようにしてあります。あともうちょい。これに糊を塗って今乾き待ちです。ちなみにこの靴はねサンダルなんですけど、多分ね見てる方分かる方いると思うんですけど、正直フラテッリ・ジャコメッティにめちゃくちゃ影響を受けてます。インスパイアされてますすごいね、大好きなんですよ。フラテッリ・ジャコメッティっていう、イタリアのジャコメッティ、フラテッリって兄弟っていう、ジャコメッティ兄弟が始めたブランドなんですけど、それがね僕大好きで5足ぐらいかな持ってるんですけど、それもねまた紹介動画を出したいと思ってるんですけど、そのフラテッリ・ジャコメッティにめちゃくちゃインスパイアされたようなサンダルが出来上がると思います。あとはねステファノ・ベーメルっていうのもちょっとこう入ってますね。やっぱり8割型ジャコメッティですかね多分。見ればわかると思いますでもジャコメッティもサンダル出してますけど、ジャコメッティのサンダルともまたちょっとね違ったデザインの靴になるので、それは当たり前なんですけど、うちの黒のダービーの方も引き続きやってきますけど、こっちのサンダルの方も見ていただけたら嬉しいですね。より乾いたかな、もうちょい。はい、縫えたんで最後ねち切りで余ったライニングを切っていきます。よいしょ。はいね、できました。こんな感じのね、ここがねベルトしかないっていう、そんなアッパーにしてみました。これ吊り込みがね多分難しいんですよね。こんな感じでちょっと仮吊りを一瞬すっごい簡単にやってみますね。多分これで終わっちゃうとどんな形っていう、そういう生殺しみたいな感じになっちゃうんで、よいしょ。簡単に吊り込んで、こんな靴っていうのをちょっとお見せしますね。はい、こんな感じです。ここがね抜けてるんですけど、こんな感じのサンダルなんで、裸足で履くんでここから足が見えますね。はい、こういう感じの靴を作っていきます。ちょっとねこれ今仮釣りの段階でこれぐらい、そんなに悪くはないかなって感じなんですけど、釣り込みとかね、あとは底付けとかいろいろね難しそうなんですよね、ここがないだけでだから、その辺もどうなるかっていうところはちょっと不安ではあるんですけど、次はねこんな感じの靴をやっていきたいと思います。じゃ今日はサンダルのアッパー作戦をねやってみました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。